世界最長の路線距離を誇る中国鉄道で異常事態が発生しています。なんと完成しているにもかかわらず開業しない幽霊駅が増加しているのです。中国鉄道の幽霊駅とは一体何なのでしょうか。中国鉄道の幽霊駅。中国の高速鉄道網は総延長およそ 45,000km に達し世界最長を誇ります。さらに中国政府は2035年までにこの高速鉄道網を70,000km にまで拡大する計画を掲げています。これは日本の新幹線総延長のおよそ20倍にあたる長さです。しかしその急速な拡大の裏で利用者がほとんどいない、いわゆる幽霊駅の存在が深刻な問題となっています。幽霊駅とは駅の施設が完成しているにもかかわらず利用者が極めて少ない、または全くいない駅を指します。候補駅や紫金山東駅、江南駅などが例として挙げられます。これらの駅は高速鉄道専用に建設されたにもかかわらず未使用のまま放置されている状況です。こうした廃墟化した駅は少なくとも26箇所に上るとされています。中国鉄道幽霊駅が増える理由。中国で増え続ける幽霊駅の背景には複雑な要因が絡み合っています。その一つは過剰投資です。ここ数年中国は高速鉄道網の急速な拡大を続け、総延長は世界最長の 45,000km に達しました。しかし急激な建設ラッシュにより需要と供給のバランスが崩れ、実際に利用される機会の少ない駅が生まれました。駅の建設には莫大な費用がかかるため、こうした過剰投資が現在の負債問題の一因とされています。また都市部への人口集中も大きな影響を与えています。中国では急速な経済発展に伴い多くの人々が都市に移住する一方で、地方は人口減少や高齢化に直面しています。このような人口分布の偏りにより都市から離れた地方の駅では利用者が少なく需要が低迷しています。1日の利用者が100人に満たない駅もあり、ひどい場合は10人以下にまで減っていることもあります。そのため一部の地方駅は運行を維持すること自体が難しい状況に陥っています。さらに地域経済の低迷や産業構造の変化も利用者の減少に拍車をかけています。かつて工業が盛んだった地域も経済の構造転換が進み、鉄道による貨物や通勤需要が減少しました。特に経済活動が都市に集中し地方経済が停滞している現状では、高速鉄道の需要も減少し駅の利用率低下を招いています。この問題の背景には計画段階での不徹底さもあります。高速鉄道建設の多くが十分な需要予測をせずに推進されてきたため、当初の計画が非現実的であったケースが多々見られます。高速鉄道の駅が設置されることで地域活性化や経済効果が期待されていましたが、想定した利用者数には届かず思ったほどの成果が上がらない事例が目立っています。これらの要因が重なり、中国の高速鉄道網には利用者が極めて少ない幽霊駅が増加するという結果をもたらしています。中国高速鉄道が負債120兆円に。中国高速鉄道はその巨大なインフラプロジェクトと技術的進化によって世界的に注目を集めてきました。総延長は 4.5 万キロメートルを超え、90以上の路線と全国に2500以上の駅を有し、利便性とスピードを特徴としています。しかし黒字を出している路線はほんのわずかしかありません。2023年末時点での負債総額は6兆1282億元、日本円にして約120兆円に達しました。この膨大な負債額は経済的な持続可能性に大きな疑問を投げかけています。
中国高速鉄道の膨大な負債の一因は、採算性を軽視した路線拡大にあります。地方政府は地元の経済発展を期待して駅建設を推進しましたが、需要が見込めない地域にも拡大した結果、多くの駅が利用者の少ない幽霊駅となっています。中でも都市中心部から遠い郊外に位置する駅は、アクセスの悪さや利便性の低さが利用者数の低迷を招き、建設コストの回収が困難な状況に陥っています。さらに建設費用の高騰も負債増加の要因になりました。建設費用は1キロメートルあたり約1億2000万から1億3000万元とされています。毎年1万キロメートルの路線を建設すると年間約1兆3000億元が必要となります。この費用は主に鉄道債の発行や地方政府の資金で賄われており、債務の累積が続いているのです。運営面でも多くの路線で輸送密度が低く収益が確保できていません。例えば蘭新高速鉄道では運行能力が毎日160往復以上あるにもかかわらず、実際には4往復しか運行されていません。そのため輸送収入は電気代すら賄えない状況に陥っています。中国高速鉄道の収益性の低さは日本の新幹線との比較でより鮮明になります。1987年に日本の国鉄が分割民営化された際、総負債額は約37兆円で、そのうち新幹線関連が約 5.7 兆円でした。新幹線の営業距離あたりの建設コストはおよそ30億円で、中国高速鉄道もほぼ同水準の28億円程度です。しかし中国の1キロあたりの収益は日本の半分以下で約 5.4 億円にとどまり、路線維持の負担が増えています。このような状況は地方政府の財政にも影響を及ぼしています。多額の債務を抱えた地方政府では、他の公共サービスへの投資が制約される事態となっています。その結果、地方経済や住民生活にも悪影響が及び始めています。さらにこれらの債務が金融リスクとなり、国家全体の経済安定性を脅かす可能性が指摘されています。中国が路線拡大を続ける理由。中国が高速鉄道の路線拡大を続ける背景には、経済的、政治的、そして社会的な要因が複雑に絡み合っています。負債が膨らむリスクや採算性の問題が指摘される中でも、なぜ中国政府はこれほど積極的にインフラ整備を進めるのでしょうか。その理由を掘り下げてみましょう。まず、最も顕著な理由は経済成長の維持と促進です。高速鉄道の建設は地域経済を刺激し、都市間の移動時間を短縮することで商業活動や観光を活発化させる効果が期待されています。中国では地方経済の格差が大きな課題となっており、高速鉄道はこれを解消する有力な手段として位置づけられています。新たな路線は地方都市へのアクセスを可能にし、経済的自立の足がかりとなります。次に、中国政府が重視しているのは雇用創出です。高速鉄道の建設は多数の労働者を必要とする大規模プロジェクトであり、建設段階だけでも数十万人規模の雇用を生み出します。運営開始後も駅周辺の開発や観光業の活性化に伴い、新たな雇用機会が生まれます。これらの波及効果は政府にとって極めて魅力的です。さらに高速鉄道の技術は中国にとって国際的競争力を強化する手段ともなっています。国内で培った技術を海外に輸出することで経済的利益を得ると同時に、国際的な影響力を拡大しようとしています。一帯一路構想の一環として高速鉄道を他国へ延伸し、中国をハブとした交通ネットワークを構築することで、地政学的な優位性を確保しようという意図がうかがえます。ただし、これらのメリットがある一方で、リスクも少なくありません。
中でも人口密度が低い地域への路線拡大は採算性の低さが問題視されています。地方政府がインフラ整備を進める際、過剰な負債を抱えるリスクが高まるため、慎重な計画が求められます。また高速鉄道は国内の航空業界や自動車産業との競争の激化にも直面しています。これらの産業とのバランスをどのように取るかが重要な課題となっている状況です。環境面でも高速鉄道の拡大にはプラスとマイナスの両面があります。鉄道輸送は航空機や自動車に比べて炭素排出量が少なく、環境に優しい移動手段として評価されています。しかし建設段階では土地収用や自然環境の改変が避けられず、住民との対立や環境破壊が懸念されています。また新路線の開発に伴う騒音問題やエコシステムへの影響も課題となっています。それでもなお中国が路線拡大を推進する背景には強い政治的意図もあります。インフラ整備を進めることで国民に発展している中国の姿をアピールし、政府への信頼を高める狙いがあるのです。巨大プロジェクトの成功は政府の権威を示す象徴的な意味合いを持ちます。また一部ではGDP を押し上げるため、過剰生産された鉄やコンクリートを消費する目的で需要のない高速鉄道やゴーストタウンを作り続けているとさえ言われています。持続可能な形で発展するか否かは今後の注目ポイントと言えるでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。またこの動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が大変励みになります。それでは今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。